皆さんこんばんは。このポンポンヤッポンナイトボリューム2ですか、主催者のヤッポンです。今日も数時間の間楽しくやりましょう。俺が一番俺が楽しんでる。まあ前座としてね、私たちこれでボールズやるんですけど、今日はすみません、順番決めてます。バンドがあったりうちらがあったりなんかするんですから決めさせてもらいました。くじ引きも楽しかったんですけど、まあそういういろいろな諸事情ありまして、くじ引きはやめて、順番に決めさせてもらいましたので、はい、グラス、はい、神社、はい、ごめんなさい、ね、その間が大好き。間の悪さね。ポールズはみんな悪いよね。頭悪いですね。頭はげてるし。次は、まあ、ジンジャーエール待ちということでね。本当ね、皆さんありがとうございます。これからも、盛り上がれば何回かやっていきますんで、もうすでにドレスが回らないと思いますが、よろしくお願いします。では、まあ悪いな、スギちゃん来てからよ、しゃべるのに緊張してどうすんの。さっさとやりますんでね。いきますよ。ポーズよろしく。ワン、ツー、スリー、ゴー。Thank you.
ありがとうございます。走る走る酔っ払いね。あ、ゆっくり行くよ。あ、ゆっくりね。あの、ね、はい、ソロなんだから、ね。いつもはね、あの ギターが主なんですけど、あのやっぱりピアノ緊張しますね、やっぱね、全然。こんなね、あの、オンリーでピアノやったのは初めてで、すごい、あの、21の時に友達に誘われて、友達に誘われてなくて、あの、あ、緊張したね。あの、同級会があって、あの、ちょっとピアノやりたくて、で、ちょうど、あの、ピアノの先生がおって、21で始めたんですけど、まあその時にあのヤマハ確かチューブ楽器だったと思うんですけど、そこでやってて、であの発表会出ないって言われて出たんです。そしたらあの子供の発表会だって。で行ったらこんなちっちゃい子からおって、で一人大人ですごい浮いてて、でほいでもあのいくら子供の一緒に雇ってもすごい気にね、お母さんの心は静かに。で、もう緊張して、あのお父さんかっこいい。それでやってて、あの子供があの人足震えてるとか言って言われてね、なんかでもお母さんの心も震えてる。まあ、その時の緊張は思い出すってね。ちょっと山口さん、今日いいね。酔っ払い最高やろ。ねえ、ねえ、うん、いきますか。なんかこれ以上飲ちゃってるもんね。Thank you.
座ってね、しゃばってくださいって言われると弱いんだよね。次の曲ね、結構いい曲なんだよね。いや、そう、プレッシャーかけてかんの好きなんだよね。ただね、暗い でもね、大好きだね。カツ君が持ってきた時にね、ああ、こんな曲があるんだなとか思いながら、これカップアップしたんですけどね、あのトロに行くかどうかわからないですけど、あの気持ちを込めて歌いたいと思います。よろしいですか。緊張するけど、後で後悔するけど、やっぱり頑張るなってこれからも歌いたいと思います。はい。さっきまで良かったんだけど、俺が歌ったのに。まあそんなもんだね。そんなもんだね。じゃあもう行ってください。あ、ワン、ツー、ツー、あ、あ、は、は。いいね、おう、わぁ、よかったね。出たって喜ぶのがいなかった。じゃあ、何が出たんかな。朝お通じが良くなったとか言ってた。すいません、また下ネタ出ちゃいました。あ、歌っていいのね。じゃあ、いい曲。あ、さっさと下ネタを言わずに歌えと。良かったのに。まあそのもんさ。あ、まあ、そうだ。
私がこれでね、ちょっと最後、はい、こんな風に。
女性の気持ちをさ、引きつける歌が歌えたらいいなと思いながら歌ってるんですけどね。少しでも分けてほしい。髪の毛髪の毛もね、スペースですけどね。あと2年待ってください。髪の毛そろそろ時間押してますんで。乾杯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 やりますね。しっとりと弾きますかね。一曲目は大丈夫です。ただの酔っ払いですよ。な、ね、なんだそれ。ああ、ごめん。今ちょっと外れてね。大丈夫。本当ね、このバンド歌ってるわけもんね。許してやってね。いや、本当に今ストラップ急に外れて。あと2曲で終わるから。いや、あの、うん、いや、これ縁起悪いっていうのはいいんだけど、うちのおかんが死んでくれや、こんなありがたいしなんだけど。でもこれ、本物のね、はい、いいです、そうですね、はい、OK です、はい、ビニールじゃないですビニールの方がいい音するから大きくてね、はい、thank you.
次の曲、手拍子でもよろしくお願いします。最後になりますのでね、よろしくお願いします。それと、ちょっとね、宣伝させてもらいます。来週、カリアかな、シーサー、カリアじゃないか、オーブのシーサーで、ちょっと、プラの先生とね、ジョイントをやりますんで、もしよろしければ、カリアの沖縄料理の店、シーサーというか。オーブ。京和だったっけ、あれは。オーブの次の駅の京和。ここでも馴染みあるあのロックセあの BRS でもね馴染みあるあのまさみさんがねちょっとフラを歌あの踊ってくれるのでもしよければ遊びに来てくださいとあとまあここ絡んでね10月の12日だって、BRS の、野外フェス、ロックセッションとなんだっけ、スカイロックフェスでこちら2人と出ますんで、もしよろしければチケット買ってね、よろしくということで、はい、これで、さあ、最後になりますんで、ちょっと時間オーバーですけど、ごめんなさい。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、また。Oh,
イエーイ。